のうやんさん、やっほー、こんばんは、ありがとうございます。ひろゆきさんもこんばんは。イエーイ、みんなこんばんは。始まりました、9月22日の現在のショールームです。イエイイエイ、こんばんは。皆さんお元気ですか？お元気？日曜日ですけど、3連休の中日ですけど、日曜日だけど3連休の中日っていう、今日このハッピーな日曜日、みんなどうお過ごしでしょうか？お休みかな？お仕事かな？ナナナ、こんばんは、ヤッホー。どうしようかね、これをね、ここも上がんないのかにゃ。Hey guys, it's my name is Vanita. Hey boy。 あ、ここも伸びないと。今ね、いい感じの角度で配信しようチャレンジしてる今。上からとかなら、いや、ダメ。顔が死亡してしまった。難しいな、配信の角度って。ドル明日楽しみ。お、やった、明日じゃ待ってる。明日はですね、キュインズの定期公演が、めっちゃ外亀急に向くやん。あ、こうか、うん、変わらん、さっきと変わらん。カメラをイゴイゴさせただけ、今一瞬。そう、明日はキュインズの定期ライブです。メテオラさん、コスプレ良かったです、ありがとうございます。そう、昨日はキュインズの活動ではなく、私立花ゆりとしての、番組プラモ教習所コスプレルームがあったんですけれども、見てくださった皆さん、ツイッターにいいねをくれた皆さん、ありがとうございました。イエーイ。くまさん、こんばんは。ゆうえくん、やっほー、ありがとう。そこだよ、ゆけじプラモ教習所かな。コスプレ良かったね、ありがとう。そう、金髪似合うんだよ。自分で言うけど、ゆーちゃん金髪似合うっぽいわ。いける、あれは。いけるってなんやろ、あれより。ツードル初定期を、ツード定期来るの初か。それはそれはちょっとお楽しみにしていただいて。こうしてこう、こうしたら、あ、バランスが、お、いけた、綺麗になった、画角がまっすぐになった。ゆけじ、そう、明日からですね、キュインズ衣装が新衣装となります。イエイイエイ、ウォウォウ、楽しみですね、新衣装。みずきちゃんが雑のモザイクかけて載せてたんですけど、あんな感じです。あんな感じです。みずきちゃんの雑なモザイクのあれを見ていただけると、なんか衣装知ってる身としては雑だけど、まあまあわかるなって感じ。知らない人からしたら想像を湧き立てるだけだよね、あんなあれね。本当に可愛い感じとなっておりますので、お楽しみに。みずきさん、こんばんは、やっほー、こんばんは。ゆうえくん、ゆうちゃんプラも作る手際ほんと良くなったよね、ありがとう、嬉しい。頑張ります。
手際は良くなったけど、やっぱりまだね細かいところがね難しいの。頑張る。ほうきちこんばんは。やっほー、ユリティアンだよ。中野ちゃんこんばんは。やっほー、こんばんは。宇田原さんも新衣装ぜひお楽しみに。わーいワクワク、みんなが楽しみって言ってくれるのが嬉しい。ワクワクしてるんだけど、今回もまたみんながなんか言ってくれるのが嬉しいな。きらみここんばんは。お仕事ファイトやで、安全運転でちょっと頑張ってねえ。明日はですね、前この前の配信でも結構言ったんだけど、16時からあの定期公演前のプチオフ会みたいな、キュインズの1年間をまとめた映像をみんなで見る会をして、トランプ衣装でのラストチェキ会をして、19時から本編、あの新衣装でのライブと定期公演ライブとなります。ライブはね80分です、予定は。で今回はゲストさんなどもいないので、まあ実質ワンマンライブでございますね。練習しなきゃそう、ワンマンの練習、ワンマンのって言っちゃうぐらいにはちょっと練習しなきゃっていうところもあるので、新衣装で踊るのも明日うちらも初めて。リハでもそのみずきちゃんの舞台があって、定期の十分なリハを今回実は行えてないので、明日の当日会場でのリハが最初のリハっていうか、最初のリハなのね、衣装新衣装でのっていうか定期のリハは。だからすごい楽しみ。ほうきち教習所1時間あっという間ね、早いよね。中をもうちょっと時間取ってやらない、時間取って喋る時間じゃないといけないのかなって思ってたけど、プラも作るんだったら もうこんな時間っていうことがよくあるよね。2時間ね、2時間たまに教官が1時間あっという間ですよね。さすがに手際が良くなっても1時間ではまだ組めない昨日のポータントちゃんもね、右腕最後、右腕までじゃあ作りましょうってなったんだけど、右腕の最ランナーを奪い合ってたの。あ、実は教官が何かを作ってくれ、手伝いで作ってくれてて、私も B のランナー番号分かんなくなっちゃって、どっちが11だっけこれみたいな。すげえ、昨日実は後半右腕に一人ただ住みたい。はい、プラム教習所来月は10月19日なんですけれども、10月ということで、そう昨日ね
会もですね、普段と違う感じで楽しくしようって思ってたり、ハロウィンだから、ゆりちゃん大好きなハロウィンだから、ハロウィンらしく楽しくしようって思ってる簡単に言うと楽しくしようって思ってるので、その日暇だよっていう人はぜひ来てほしいの。キュインズのライブは私のプラモがあるので、その日の夜には絶対にないので、昼とかにライブが入ることはあっても、ぜひぜひ来れる方には遊びに来ていただきたいです。来れない方はね、ぜひね、結構ありがたきでございます。はい、そう、プラブコスプレの話になったけど、違うな、私明日の定期のことを話したい。でなんかウエストさんがいない実質ワンマンって、もうエモエモのエモだからキンズのファーストワンマンがグラッドさんで、キュインズだけかって、あの時よりもちょっと進化したキュインズで盛り上げていきたいのでね、遊びに来る人も楽しんで、まだ迷ってる人とかいたら行く決意をしてください。なんか行けたらって感じだけど、定期ってなるとみんな結構定期は行くって言ってくれる人が多くて、そのキーンズだけの新衣装お披露目定期公演、そして来月はミータンの生誕生誕のソロも決めてるからね、素晴らしいよ、お楽しみに。そして11月にはおります、ゆりちゃんの生誕祭的な的なものが。そう、結構みーたんの生誕祭の告知とか今忙しいけど、2ヶ月ね連続だからね、なかなかぜひぜひ皆さんには遊びに来ていただきたい。11月15日を予定しております、私の誕生日の次の日ですね。プラモ教習所も確か、まことの前のまこと17じゃし、その誕生日があって定期の生誕があって、その次の日にはあれですよ、プラも教習所もあるっていう、ゆいちゃんお誕生日3日続くんじゃないか説が実は今年あるので、ぜひぜひね11月14から16、17あたりまではちょっと開けといてくださいそう、お誕生日がねみーたんと1ヶ月違いだから、なかなかちょっとなんだろうな、告知が被っちゃったりするけど、ゆりちゃんも早めに言っときたい、ゆりちゃんのお誕生日11月14です、よろしくお願いします。全然コメント流れてこないけど、みんなコメントしてくれないってやつかな、これはしてるけど私がのやつに表示されてないのかな、わかんないや、もういいや。そう、ゆりちゃん次19歳になるの、まだ9月だから気が早いかもしれないけど、ゆりちゃん19歳になるのよ今度、やばくない？アイドルなってたのが15歳だから4年目、やば15歳でアイドルになって16歳の代ぐらいから
ってるから4年3年目生誕祭としては今年が3回目の生誕祭で、ケインズで過ごすお誕生日は4回目、5回目。ケインズのなんか候補生っていうか、まだデビューする前、ケインズデビューが2期生たちのデビューが12月なんですけど、もう11月ぐらいからみんな集まって、なんか夜集まって、みんなで集まって練習とかしてて、その時に私一回みんなで誕生日お祝いしてもらってるから、Wi-Fi 切っとる？うん、ブツブツ切れとるらしい。祝いしてもらってるから、キリンズとしては5回目の誕生日です。楽しみだね。19歳、東京来たのがだから14歳か、やばいね。14歳から私東京にいるの？なんならもうなんか東京めっちゃ住んでんじゃん。でも未だに慣れないよ東京。 100% 慣れてないです。お、コメントがちょっとだけ来たぞ。ゆうくんね、いっぱいおめでとうしてね。ぜひいっぱいおめでとうしてください。ひーちゃん19歳になります。今年で、再来月であと2ヶ月で19歳になります。みずきさんを切れてたんだ、ごめんね。もう私のせいじゃないからさ。手原さん19歳に見えない、ずっと18歳みたい。ずっと18歳でいたい。ずっと18歳でいたい。私も16ぐらいからね、ずっと16歳でいたいって言って17歳になっちゃって、まあ、18歳になるのには18歳っていう響きなんか好きだったから抵抗はなかったけど、19歳になっちゃう、やばい。やば。宝吉生誕ぜひ11月15です。ぜひ日程とか線路とか11月15です。ぜひぜひお祝いしに来てもらえたら嬉しいな。嬉しいな。19歳か、あっという間だね。みーたんとみずきちゃんが20歳っていうのももうなんかめっちゃ大人だし、ゆいちゃんももう19歳、学生は終わってしまった。本業アイドル頑張ろう。頑張ろう。メテオラさん東京怖い、東京怖いよ。まだ 4,5 年住んでるけどまだ東京は怖いよ。怖いっていうかなんかすげえなって思う。東京すげえなーっていうとこがね多い。やっぱり人の多さとかなんか民度とかすげえなって思う東京。ゆうくん、ゆうちゃんもいつの間にか18期、そう選挙いけるんやで、やったり19になるし、次18から選挙いけるのか。もう選挙もいけます、イエイ。選挙ぐらいじゃない。でもみずきさん、そう19歳のの若いのおっさんかな。みずきさんもそんなおっさんなイメージもないから大丈夫だよきっと。うん。すげえ今適当言ったけど、そんなおっさんイメージないから大丈夫だよ。19歳になります、頑張ります。宝吉永遠の18で行く、いやもうバレてるやん。永遠の18、今年から永遠の18歳とかって言っちゃったらさ、まあまあこいつは今年で19だからって言って、来年も18歳とか言っても、まあもうこいつ20歳だからってバレるやん。22ぐらいまでは実年齢って言っていくから、22ぐらいまでは実年齢言っていくから、ちゃんと22ぐらいでまだアイドルやってたらちょっと分かんないけど年齢伏せていくかもしれない。お誕生日です以上だな。何歳かっていうのはちょっと内緒でいくかもしれない。三田原さん、地下鉄電車迷わない。私あんま電車ではね迷わないの、看板を見れば行けるって信じて生きてるから。
大体だってさ、上に看板書いてあるからさ、乗りたい線路を調べて何線に乗りたいのかを携帯で調べて上の看板を見ていけばいけるいける。ゆりくん、そう、ゆりちゃんの一票が日本の未来を変えていくんやで、選挙いけるんやで。あたい、みずきちゃん10歳はそんなおっさんじゃないよきっと。最近おっさんの基準がわからないおっさんの基準がね全然わかんない。自分でおっさんだなって思ったらおっさんになっちゃうんだよっていうことにしとこう。自分はまだ若いんだって思えばね、若いよ。大丈夫大丈夫大丈夫って、なんだろう。ゆうくん何歳になっても可愛いよ、ありがとう。よと年を増すごとにでもね、自分でね顔可愛くなってるって思う。この前の配信でもなんか自分で言った、顔がアップデートされてるって。あのね、昔の写真、ほんと去年はギリギリマシかな。去年のお正月とかの写真見てたら、友達と見てたの、私のツイッターを。友達としたらなんか、え、何整形したって言われてしてないよ、してないんだけど、整形した、めっちゃ顔変わってんねって言われて、それ多分ね、年を重ねるごとに顔つきがちょっと大人になっていってるんだと信じてる。自分の顔のことを信じてる立花です。よろしくお願いします。でも19じゃん、ゆりちゃん。誠と同い年になっちゃう。ああ悲しい悲しくはないけど、誠が今大学1年生だから同い年じゃん。同い年ってか、誠も今18で今度で19になるんですけど、私のゆりちゃんの計算の中では。誠の年齢に追いついて矢沢二子の年齢を越してしまった二子ちゃんと、去年二子ちゃんとは同い年になっちゃったよって思ってたら、もう二子ちゃん越しちゃう。二子ちゃん18だもん。ピエン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 、さようならさようなら18。でもまだ10代だから、まだティーンだから、そこはちょっと自信持っていくわゆうくん、出会った時からずっと可愛いよ、ありがとう、好きだよ。くまさんね、アップデートって言ってたよね。うん、ゆきさん伸びそう。まだ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 進化していくよ、進化系の生物だから進化系の生物だから。そう、ニコちゃん、ニコちゃんと同い年。大体のアニメのキャラクターの年齢を越してしまったあたいがいる、ここにね。大変だよ、19歳になります、11月で。明日も定期だし、来月もミータの生誕もありますけど、11月のゆりちゃんの生誕にもぜひ遊びに来てくださいっていうね明日の定期の宣伝をすっ飛ばして私の生誕の宣伝をします。ぜひお祝いに来てほしい。ピンクを振ってくれというのは言わない、推しの色を振っていただいていいので、ぜひね、ライブには遊びに来てほしいの、お願いお願い待ってます、よろしくお願いします。というわけでございましてね、明日は何度も言いますがキュインズの定期公演です。イエイイエイイエイ、渋谷のグラッドさんであります。まず16時からキュインズの1年間を振り返る動画をみんなでうわーって見ようっていう回、オフ会、そして現衣装トランプ衣装でのラストのチェキ会が16時から4時からあります。早い時間なんですけれども、祝日なんで祝日なんで、平日じゃない、祝日なんで。そして19時から7時から本編ライブ、新衣装でのライブがスタートとなります。イエイ新衣装です。ぜひぜひ皆さん応援に来てください。新衣装だし、ライブでも楽しいことをする、楽しいことをするってしか私からは言えないんだけど、結構なんかみんながおーってなるようなこ
ことをするので、ライブの中でぜひぜひ来てください。お待ちしてます。みんな生誕行くよって、ありがとう、愛してるよ、待ってる、信じて待ってる。ひろゆきさんありがとう。ゆうやくんもうトランプ着なくならない。ちょっとね、メンテ&お休み期間に入れますけれども、来ますよトランプも多分公演が多い日とか、それこそワンマンで衣装替えするアイドルさんとかもいるし、多分絶対着なくなることはないので、トランプもちょっと新衣装になって、しばらくは新衣装だけど、トランプも絶対着ると思うので、それもまあ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 お楽しみに。最後とかって言っちゃうけどね、最後の次機会ですとかって言っちゃうけど、最後ではない、実質最後ではない。みずきさんオフ会から参加します、ありがとう。ひろゆきさん明日確実に遅れる、7時の方を1,2,3,4,5、30分ぐらいは遅れてもまあ大丈夫だと思う80分あるから30分ぐらいはまあ遅れても、その楽しいことには間に合うかな楽しいこと基準でいくと30分以内であれば多分確実に間に合う。お楽しみに。ほうきち、そうトランプ衣装もねだいぶ可愛いのでね、そうなの。でも今回の衣装も みんなで考えたデザインです。みんなで考えたっていうか、みんなのこうしたいあしたいが入ってます、ちゃんと。だからお気に入りだよ、すごいちゃんとした衣装さんに作っていただいて、まあ、前のでもなんですけどお気に入りです。ぜひぜひ新衣装明日見れないっていう方もね、ぜひね、あの今後見に来てください、お待ちしてます。というわけで何度も言いますが、明日19時からキンズ定期公演第5回です。ぜひお待ちしております。渋谷グラッドさんです。チゲットから予約ができるので予約して遊びに来てください、お待ちしてます。というわけで本日もありがとうございました。短めの配信だったんですけれども、明日の用意をして早く寝たいと思います。本日もありがとうございました。うえ以上、私たちベッドできるアイドルキュイーンズの立花ゆりでした。バイバーイ。音のない明日へ。